吉田さん、夕日は眩しかったり穏やかだったり、確かに見る気持ちやそのシチュエーションによってだいぶ受け取り方が変わりますよね。だからやっぱり現象は一つで解釈が無限ってことなんでしょうか。で、今回ね、腹の中って意味で腹、まあ、腹をくくるっていうこともあったんですけども、腹の中はよくわからないとかね、言いますよね。例えば人に裏切られたとか、信じていたのにとかね。でも私こう思うんですよ。まあ、いろんなパターンでそう感じることがあるんですけども、なんかお前は変わったなみたいな感じで、本当に出会った頃とだいぶ違った面がその人に出てきたのかなと、変化したのかなと、お前変わったなっていうところ、もしくはもともとそうであってそれが分からなかっただけかもしれませんよね。そういうパターンもあります。もともとそういう人間だったけども、まだ縁遠い時っていうのはね、知り合ったばかりの時っていうのは腹の内見せないわけですよ。だんだん本性が分かってきて慣れてきたら、その人そのものの腹をぶちまけるみたいなね。そしたら見えてる顔と全く違うこともあるわけですよ。だからビジネスっていうのも投資っていうのも、まあ、人間関係、恋愛、何でもそうですけども、見えてる部分も大事だけども、見えてない部分もきちんと見ていかないといけないし、あとね、見えてる部分と見えてない部分、これを2つとも揃えて見抜いていても、人はやっぱり変化するし、今度はね、こっちの事情でその人は変わらないけども、変わってくれないからこそうまくいかなくなるってこともあるんですよね。まあ共存共栄とかっていう言葉もありますけども、結局はお互いがお互いの進化に合わせた進化をしていなければ振り落とされてしまうってこともありますよね。まあ、そういった意味で、腹の中いくらぶっきまけてもね、腹の中いくらかっさばいても、まあ調整する力っていうのはその時その時必要なんでしょうね。やっぱりね、人は何考えてるか分からないし、自分の気持ちもいつね急激に変わるか分からないし、何も保証はないですよ。もう全てを覚悟していかなきゃいけないってことですかね。いってらっしゃい。